マックス・ヨゼフ・バーゲンバウアーは、ドイツの画家、版画家である。バイエルン州オーバーバイエルンのエーバースベルク軍の、オキシングで生まれた。ミュンヘン美術院で、ドルナー、ヨハン・ヤコブ・デュナーでアルテレヤマンリッヒに学んだ。1797年から1801年まで、バイエルン王国の景気兵連隊に志願し従軍した。オーバーバイエルンのハークなどで広告の宮廷の、 画画家としして働き夏の間はバイエルン各地をを旅し風景画を描いた1811年には、バイエルン王マクシミリアン一世の依頼で、ニンフェンブルク宮殿の食堂に飾る大きい風景画を描いた。1814年には、オーバーバイエルンを旅し、ハーナウの美術アカデミーのメンバーになった。絵画は、バイエルン王に買い上げられ、宮廷の人々に与えられるようになり、 1815年には宮廷の美術品の管理者になった。1820年以降はオーバーバイエルンの風景を主に描き、家畜のいる風景画も描いた。生涯を通じて版画にも取り組んだ。オーバーバイエルンで風景を描いた最初の世代の画家でミュンヘン派と呼ばれる風景画のスタイルを作り、多くの後進の画家に影響を与えた。ありがとうございます。